ガライアはオートバックススポーツカー研究所が開発した2ドアスポーツカー。ガライアとはオートバックスセブンの100%子会社である ASL が開発、製造した2シータースポーツカーである。ASL はオートバックスセブンの社内組織としてカスタムカープロジェクトを立ち上げた白木雄二が中心となって設立した会社である。2001年末に大館山で初めて姿を現し、 翌2002年の東京オートサロンウィズネイポーツで r s 0 1と共に一般公開された。名前の由来は中国、民の時代の盗賊で盗品を貧民に分け与えた、我きなり。日本で開発されたスポーツカーなので漢字でも書ける社名にした。またエンブレムは南米を中心に生息する個性豊かなド鳥をモチーフとした。 実質的な先代モデルであるダブルゼータと同様イギリスで生産される予定であった。試作はロータスエリーゼなどの工場があるイギリス東部のノーウィッチで行われた。その特徴的なボディはオールアルミ製。時長は8 0 0ラムまでの軽量化に成功している。対して破損時の整備性を考慮して主要部品は日産のものをそのまま使っており、テールランプ及びドアミラーも アルファロメオ147から流用している。エンジンは、日産、プリメーラーや日産、ブルーバードに搭載されていた、SR20VE に6速、マニュアルトランスミッションを、ミッドシップレイアウトで搭載する。東京、北青山に一時期がライア専用のショールームが、設けられ、2002年より、デリバリー注文による購入が可能となった。少量生産スポーツカーの例に漏れず、 予定価格は650万円と割高ではあったが、60台ほどのバックオーダーを抱えていたようだ。その中には、いわゆる投機目的のものも含まれていたとされる。車両本体自体はほぼオーダーメイド状態で、それゆえに、ユーザーの細かい注文にも対応が可能であったという。また、購入前には、筆記、実技、面接を行い、これらに合格したものしか、 購入権利を与えないという構想もあった。しかし、開発過程での難航などがあり、オートバックスセブンに近いものに数台が納車されたが、2005年の夏にはついに発売中止が決定。ホームページも消滅し、一般ユーザーの手には渡らなかった。ナンバー登録された車両の中には、オートバックス店舗やセブンのデモカーとして、また湘南オートモビルビジネス専門学校には、 教材として置かれている。また、2007年11月には、大阪産業大学に一台が寄贈され、電気自動車に改造されて、研究、開発に供されている。アルタ・ガライア工部2003年から2005年及び2006年から2012年に、かけて、全日本 GT 選手権の GT300 クラスに、アルタ・ガライアが参戦した。参戦初年度の2003年はドライバーに、 高木新一、新田森を迎え、開幕戦で完走、シーズン終盤には、タイトル争いにも加わった。エンジンは、当初、シルビアに搭載されている SR20 デッドを搭載しており、小型軽量ゆえに、重量配分の改善に貢献し、コーナリング性能は高かったが、勝敗器量、ターボエンジンであるがレギュレーションとの関係で、 パワー不足が問題とされており、ストレートスピードが伸びなかった。これについては、日産ワークスの中で、SR20 デッドはすでに使われなくなっていたため、マシン製作を受け負っていたエイプリルが、エンジン開発において、ニスモの協力を得られなかったことが大きい。そこで、2004年には、レギュレーション的により高出力が得やすい、フェアレギゼットなどに搭載されている VQ35 でに、 乾燥されたことにより、加速性能が向上し、ストレートスピード不足も解消。抜きんでた戦闘力を得るに至った。前年の終盤同様、ライバルとの熾烈な競争を演ずるも、結局チャンピオンとなることはできなかった。さらに、2005年に監督のチャンピオンになれなかったらチーム解散という一言があった最終戦で、マシントラブルにより交代。 チリーーズ3位で敗北ととななりチーム解散となったそのためか2006年2007年の東京オートサロンではオートバックスのブースにアルタガライアの展示はなかった。しかし2007年鈴木アグリのアルタ発足10年目の節目に復活させたいという思いから2005年と同じ夫人で再び GT300 クラスに参戦することが決まった。そのため 急遽フランスのオートバックス店舗にて展示されていた車両を日本へ戻し、現行レギュレーションに合わせた変更を実施するなど、かなり慌ただしい参戦準備となった。一年のブランクがあったもののもともと早いマシンがゆえか、公式テストでは他に引けを取らないポテンシャルを見せた。シーズンでは開幕直後こそ、トラブル等で芳しくない成績を残していたが、第3戦富士で見事に優勝を果たした。 ドライバーズランキングは4位、チームは総合6位に止まっており、結局総合的には本領を発揮できずに終わってしまった。2008年の東京オートサロンでは、アルタガライアの展示が復活、GT500 クラスのアルタ NSX と並べて展示された。2008年シーズンも GT300 クラスでの参戦が決定し、それに際して、シャシーを心臓、カラーリングが変更された。 ドライバーは引き続き高木真一と新田森尾で第2戦岡山国際サーキット及び第5戦スポーツランドスゴで優勝したものの年間総合2位でシーズンを終えている。ただし2009年以降の東京オートサロンではオートバックスグループが出展していなかったためアルタガライアは展示されなかった。2009年シーズンも2007年2008年と同様の体制で参戦、第3戦で 優勝、年間総合4位でシーズンを終えた。2010年シーズンも同様の体制で参戦したが、最高2位に止まり、年間総合2位でシーズンを終えている。2011年は、シンタの代わりにセカンドドライバーに、松浦康介を迎え、またタイヤはブリジストンに変更された。最高3位、ランキングは、ドライバー12位、チーム10位。当初はこの年度が、 ラストイヤーとなるとされていたが、2012年も同様のパッケージで参戦を継続。しかし2013年より、スーパー GT のレギュレーション変更により参戦が不可能になるため、2012年のジャフグランプリを最後に参戦を休止することになった。最高5位、ランキングはドライバー9位、チーム8位。累計での表彰台は優勝7回、2位13回。 3位5回、シリーズ最高位2位を3回獲得している。激走、GT、スーパー GT など、スーパー GT 関連のテレビ番組では、オートバックスの企業 CM に、アルタガライアが登場することがあり、2004年から2012年まで制作された。ありがとうございます。